ファン待望の中日対巨人の第1戦が4月7日名古屋球場で行われました。中日が巨人戦に闘志を燃やす星野仙一をマウンドに送れば、巨人は左腕ライトで万全を期します。星野はエースの面目にかけて最初から素晴らしいピッチングを展開。世界の王もあえなく三振。ライトも再三ランナーを出しながら要所要所を締め、前半は白熱した投手戦が続きます。5回の表巨人の攻撃、ツーアウトながら二塁に柳田を置いてバッターはルーキー山倉。山倉は期待に応えて先制のセンターオーバーの二塁打。1点をリードされた中日6回裏の攻撃、大島を二塁に置いて今季打撃好調の木俣がバッターボックスに入ります。木俣はファウルで粘った後、高めのボール球をレフトスタンドに逆転のツーラン、中日ファンを沸かせます。絶妙のコントロールで巨人打線を翻弄する星野。この日ノーヒットに抑えられている王、4回目のバッターボックス。王は当たり損ないのピッチャーゴロ、星野自らタッチして試合終了。巨人を3安打に抑えた星野は今季初白星を完投で飾りました。